日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。これから読者の皆様からのお便りをご紹介いたします。線形代数キャンパスゼミを購入された大学生東京都の NT さんからのお便りです。マセマの参考書は本当に分かりやすい。特に実践問題の穴埋めがすごくやりやすい。説明も丁寧に書かれていて理解を深めることができ、ますます数学の面白さに体感しました。これを読めば数学が好きになること間違いなしの参考書です。ご購入ありがとうございます。線形代数キャンパスゼミを購入していただいた方は、まず反復練習していただいてから複素関数キャンパスゼミ、ベクトル解析キャンパスゼミをご購入していただいて反復練習をしていきますと、より理解を深めていくことができると思います。初めから始める数学2、初めから始める数学 B を購入された高校生愛知県の TI さんからのお便りです。東進の模試受験のため購入しました。初学にもかかわらず3章分を一気に読み進めることができるほど内容がとても分かりやすかったので助かりました。説明がちんぷんかんぷんな参考書が多い中、この本は良書だと思います。ご購入ありがとうございます。初めから始める数学2、初めから始める数学 B を購入していただいた方は、まず反復練習をしていただいてから初めから解ける数学 2B 問題集をご購入していただいて、また元気が出る数学2、元気が出る数学 B をご購入していただき、反復練習をしていただきますと偏差値アップが望めると思います。元気が出る数学3を購入された社会人東京都の AN さんからのお便りです。26歳にして初めて数3を学んでいます。1週目は流し読みでいいと思うと難しくて逃げてしまいたくなる学習も、わからなくてもとりあえず読んでみようと思えます。他の元気が出るシリーズも愛読しています。どれもかゆいところに手が届く内容です。ご購入ありがとうございます。元気が出る数学3を購入していただいた方は、まず反復練習をしていただいてから元気に伸びる数学3問題集をご購入していただいて、また合格数学3をご購入していただき反復練習をしていただきますと、さらに理解を深めていくことができると思います。初めから始める数学3パート1を購入された高卒生埼玉県の TA さんからのお便りです。教科書や他の参考書だと省かれているような説明が掘り下げて書いてあるので、基本事項を確認する上でとても役立つと思いました。次の段階へ移ってからもスムーズに学習が進められました。学校指定にしてほしかったです。ご購入ありがとうございます。初めから始める数学3パート1を購入していただいた方は、まず反復練習をしていただいてから初めから始める数学3パート2をご購入していただき、また反復練習をしていただいてから初めから解ける数学3問題集をご購入していただいて、また元気が出る数学3をご購入していただき反復練習をしていただきますと理解をより深めることができると思います。